ルナさん、起きた？起きたわ、寝た。ワド監督さん、PC まで408,500円。寝たわ。起きた起きた。寝てたんだな。海宝さん、おはよう。おはよう。ああ、よく寝た。珍しいよね。あの仮眠で寝ちゃうっていうか、そのいう、なんか疲れてたんだな。太平洋シーチャヨキさん、こんばんは。シャヨキ、ありがとう。アイテム一服したら行こう。海宝さん、昨日の弾丸塾で疲れてたんだね。多分疲れてたんだろうね。うん、昨日頑張ったね、海宝ね。よかったよ。まあ、なんだろう、いろいろ言いたい、こここうしたらよかったのにってあったけど、まあ頑張ってたなと思って。結構よかったよ。絵的には、ほら、俺カメラマン担当してたから、ね、覗いてたけど、ありがとう、うん、もっといけよと思ったけどね。だいい人になっちゃうんだよな、解放はな。人の良さが出ちゃうからね。解放さん、ベビーオイル出すの忘れた。いや、ずっと俺裏で急出ししてたんだよ。解放、気づけ気づけって手振ったりいろいろして、そこそこそこってずっとやってたよ。バカ、ありがとう。プレゼントしました。ずっとやってた。解放、こっち見ろと思って、みんなでこうやってやってた。ベビーオイル、ベビーオイル。あんな普通にマッサージしたのなんか使えねえぞお前。もうお笑いになんねえぞあんなの。だ、使える絵っていうのが分かんないんだよな。だからそのセイトさん、うわ、小卵味噌。結局ね、そこだと思うよ。使えるって言われる芸人さんと使えないって言われるそのテレビタレントとして、で番組的なそのなんていうの、使いどころをいくつ作れるかなんだよ。使えない部位はいくら収録しても意味ないから、生放送ってそこが違う。だからさ、解放にあえて見せたんだけど、俺が座ってから俺のトークって全然違かったでしょ、普段喋ってるのと。それは解放に見せようと思ったからなんだけど、後半のさ、ワド君座ってって言われてからさ、だからね、解放さん、うん、オンオフっていうよりも使える絵いくつ作るのかっていうかさ、そこって結構重要なんだよね。
まあでも海保頑張ってたな。オープニングの絡みとか面白かったもんな。北郷さんのいじりが面白かった。あれは使えるよね、あのシーンはね。北郷さんの振りからのオチは使えるよな。あれはリアクション良かったし、多分使われるのはあそこだと思うけど。でもすごい展開だったでしょ。すごい展開でしょ。話したいよね。結構よそ。海保さん、ある北郷さんに実物の方がいいって言われて嬉しかった。うん。展開的にすごい展開になったね。面白い展開になってきた。あれ三冠塾本当に跳ねると思うよ。スパンって抜けると思うよ、再生数このまま継続していったら。多分途中で諦めた人がめっちゃ悔しい結果になると思う。面白い展開になると思うよ。よかったね、頑張ってきて。女版リリー・フランキーには近づいてきた。女版リリー・フランキーには理想の自分には近づいてきた。海保さん、いや、まだまだだよ。まだまだか。ゆっくりね。でも海保あれだよな、北郷さんにちょっとプッシュされてる感あるよな。なんか謎の解放推しみたいなところ感じるよ。解放さん、和田さんも裏方で頑張ってたよね。うるせえよ、うるせえ。何が裏方で頑張ってるだろう。うるせえよ。大変よ裏方は。何時間も前に入って、その一瞬の取れ高のために何時間も何週間も何ヶ月も打ち合わせしてんだから大変よ。大変大変。さて充電終わったな、行くか。でもね、結果ね、弾丸塾の誰かが売れたら、ぶっぱねたら、まあ、全員売れるということはあんまり想定してないけど、全員売れてほしいけど、誰かがその世間一般にバーンって売れたら、俺はもう勝ちだと思ってるから。スーパースターが一人生まれたら、あ、弾丸塾の誰々だって言われたら勝ちだからね。そこが目標。
誰になるのか分かんないけど、それはまあ結果出した人だと思うから、ハマった人だから。マメさんお疲れ様です。まだいい雲のままですか。解放さん、うんうん。誰かがね、誰かが頭一つ飛び抜けてほしいな。まだいい雲の、分かんない、寝ちゃったいい雲だといいな、今から出るよ。疲れてたみたい、うん、どうだろうね。さて、地味な作業に行きましょう。全然たまらないんだけどこれ果てしないんだけど、全然たまらないんだけど、俺の全財産貯金、悲しい。行こうぜ。よいしょ。12時か。また微妙な時間帯だな。また微妙な。ああ、今触っちゃったよ。蓋ついてねえじゃん。目標を見定めてる人は強いよ。私はこうなるんだっていう大まかな遠い遠いゴールを持ってる人は強いよ。遠いゴールと今やることを思ってるかだよね。やっぱりそのなんだろう、いろんな人見てきたけど、ゴールが明確じゃない人とか、ゴールを持たないっていう人はダメ。毎日ダラダラと生きてる人はダメ。いきますか。行きますか、行きますか。充電溜まったはずだから、待ってるな。こうか。頑張ろう。寒いよ今日は。頑張ろう。ちょっと携帯灰皿も持ってくか。
か。音切り替わった？イヤホンに。音切り替わったかい？いきますか。よいしょ。寒っ。よし、風邪ひかないようにね、頑張りましょう。雲はダメだな。雲ダメだ。雲ねえじゃん。雲ねえや。またか。雲ねえや。くそ。マジか。マジか、雲ねえわ。腹立つよな、雲一つもねえじゃん。わあ、さっきまで良かったのに流れてっちゃったよ。マジかよ、ふざけんなよ。別のところ行こうかな。別のところ行くか。わあ、ちょっとショックだな。最悪。わあ、ショックだわ。さっきショルリンが言ってた、あの小川沿い行くか。場所変えよ。雲ない、ゼロ。つまり晴れてたらピーカン状態、要は晴天ってやつですね。いや、動きがつかない、動画に動きがつかないから、この場合は動きが欲しいから、場所を変えると、新宿のオーガード行った方がいいな。これ場所変えよう。今日のテーマ車、今日のテーマ車です。 OK、 テーマ変更。こっからの道だとどうやって行くのがいいんだ。こっちか。はい、ワード2。ごめんね、みんなさ、720÷60やってもらえることできる？ 720÷60 って誰かできる？ 720÷60。12？ ちょっと待って、もう一回計算式言わせて。12？ 12か。12だ。延長します。もう一回考えないと。15秒に1回シャッター切る。じゃあ24×30 は？延長代ありがとう。24×30 で。
24×30 が720だよね。で720÷60、720で合ってるよね。写真720でこれを24で割って、あ、ごめんごめん、720÷24 だわ、ごめん間違えた。720÷24、え、なんで24か、え、720枚、え、ちゃ、ちょっと待って待って待って、間違えたかもしれない。え、俺どういう計算式でしたっけ。720な、計算式が出てこない。何と何かけた。24×30秒は720枚でしょ。あ、 OKOK、 じゃあ今度720枚、じゃあいいや、15×15×、ごめんねみんな、15×720÷60 だ。15×720÷60、15×3 時間だよね。180分だから3時間合ってるわ。要はね、いや合ってる合ってる合ってる、ありがとう。15×720÷60、要はね、3時間撮影して30秒だ。1時間撮影して10秒の計算、これ。ありがとう。要は、今回作る30秒の動画は、3時間撮影して1時間、3時間撮影して30秒の動画になるんだ。OK。すごいでしょ。笑うでしょ。ただまあまあ、よく撮れるとは思うけどね。よくなるとは思ってるけど。そんなもんっすよ。3時間寒い中ずっといて、寒さに耐えて、うわバッテリーなくなるの早っ。結構シビアな世界だよね。パフェありがとう。ワード2駒主さんね、ちょっと半年ぐらい俺のことをどんなことがあっても見といた方がいいよ。結構駒主さんビッグニュースが昨日前降りてきたんで、いろいろと問題多い俺だけど、ちょっとすごいことが起こると思うから、今後継続して応援してってね。期待して。
まあ俺の手柄ではないんだけど、なんか結構すごい流れが、すごいことが起こりそう、自分の人生に。いろいろと、配信会の流れを俺が変えてやる。今まで配信歴、配信会10年の歴史を俺がひっくり返してやるよ。ムーブメント巻き起こそうぜ。撮影ですよ、よいこさん。山津さんいらっしゃい。監督どこ行くの？オーガード下かな。オーガードの手前かな。うん、オーガード、新宿の歌舞伎町方面に向かってます。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じだわ。ちょうど夜景が今日ここで正解だな。頑張りましょう。もうこれ耐久力勝負なんで、3本目の作品いや多分ね、時間帯的には今が今回の撮影スポットベストだと思うんだよ。この時間帯からがちょうどいいし、で人の邪魔にならないから、これはいいと思うね。やっぱり人に迷惑をかけたくないんですよ、僕は。一般の普通の人に、その中でいかにやるのかっていうのがミソなんで。これはでも良くなりそうな気がするな。うん。ああ、いい、良くなると思う。良くなると思う。これは良くなりそう。イルミネーション綺麗だな。いい感じ。いい感じ。多分ね、俺の予想ね。あとは画角を決めて、
どういう風に表現するのかっていうのが決まれば多分問題ないと思うんだよな。あとはやっぱりいつも言ってるけど、4時間内で一切ブレないっていう、ぶつからない、うん、シャッターを淡々と切り続けるっていうことができたら、多分いい映像を撮れますよ。うんうん、多分ね。ただ揺れるかどうかなんだよな。揺れるかどうか。それが最大のミソなんだよね。歌舞伎町のオーガード前に着きました。てか誰かリアドつこねえかな。誰かリアドつきで手伝ってくんねえかな。手伝うと何も俺と雑談するだけなんだけど。よし、ここで決まり。ここで行こう。さあ、工事現場が近いから甘え？マジで甘えか。じゃあ行けますか。いい写真撮れるようにみんなでね祈ってて。これ揺れるんだよな多分な。うん、うん、ここだな。金梅さん、金梅さんと遊びたい、誘われたら必ず行きますよ僕。ただ俺は先輩は変な、先輩を変な利用するみたいな配信者大嫌いだから、鮫島さんとかもそうなんだけど、呼ばれたら行くっていうスタイルだね。誘われない限り公開からは動いたらダメだと思ってるから、邪魔になる可能性が高い。うん、だから俺は金梅さんにね、和道くんちょっと遊びにおいでよとか、ちょっと絡もうよって言われない限りは動かない、絶対に。自分からはここだな。着きました。いました。あ、揺れるな、揺れるわ。あ、ダメだこれ多分。ここダメだ。ついたけど揺れる、やっぱりダメだわ。マジか、セミコロンか。揺れますね、カレオさん。やっぱか。さっきもねそれ話し合ったんだけど、今日雲なかったからここのタイムラプス撮ろうとしたんだけど、結構揺れる。あ、結構揺れるな、結構揺れるな。これ無理かな、どう思います？歩道橋結構揺れますね、やっぱ。ここででもタイムラプス撮ったら超かっこいいと思うんだよな。無駄かな、無駄かな、どうだろう。ここのラプスどう思います？うわー、4時間無駄になるからな。どうします？うわ、どうしよう、マジで迷う。カレオさんどう思います？ここで撮るの無理っすかね。
なかなか大変ですよね。僕は映像のプロではないですよ。映像で飯は食ってないんで。いやどうしよう、どうしよう。いやこれ画質はあの携帯配信だからスマートフォンの画質ですよ。うわどうしよう、ここで撮るか試す。ここでこれ iPhone ですよ、まだカメラ出してない。ここでここでタイムラプス撮ったら絶対綺麗なんだけど、うーん迷うな。多分夜景がいいからでしょうね。奥にあるのが歌舞伎町なんだ、あの辺が。うわ迷うな、どうする。いや結局三脚持ってこなかったっす。これでガッチガチに撮ってますね。要はクリップです。三脚僕の足が広がるんで、要はその三脚の揺れはないと思うんだけど、そのなんていうんですか、歩道橋自体が揺れるんですよ。これこのクリップで耐えられるか。このクリップはガッチガチに固定できるんで、だから ウェイトはないです。要は手すりっていうか、そのそこにガッチガチに固定するスタイルなんですけど、そのなんていうんだろう、三脚自体が縦に揺れるんですよ。携帯は俺あれだもん、配信始まったら手に持つ。そうなんです、そうなんです。トラックです、トラックです、トラックです。完全にそれです、間違いないです、トラックです。どうしよう、場所変えます。ただ雲がないんですよ。ピーカン状態で雲がないですね。さっきまで雲あったからやろうと思ったんですけど、晴天なんですよ。だからちょっと絵的には動きが欲しいからこっちに来たんですよ。うわー迷うな、どうしよう。うん、そうだからね、要はね、三脚になんで10万もかかるのとかさ、機材になんでお金かかるのって、こういう細かいところなのよ。すごい繊細な作業をやるときはね、無理なんだよね。あーダメだ、 あのね人でも揺れますね。ダメだ、トラックじゃない、人で揺れる。ガンガン縦揺れしてます。無理だ、無理無理、人で揺れる、やめよう、これ失敗する。要はさ、なんでちょっとの振動がダメなのかっていうと、望遠っていうかね、カメラとか 目って補正がかかってるの。実はさ、俺らも歩きながらさ動いてるわけじゃん。だからなんつうの、カメラが揺れるはずなんだけど、オート補正で脳みそが補正してんの。実際は本当は俺らも揺れてるんだよ。ハンディカム持って撮影した時の手ぶれみたいに揺れてんのが補正かかってんの。別日か、どこあるだろう。新宿望遠だと揺れ幅がでかいからやばいっすね。ちょっと場所を変えつつスポットを見つけよう。うん、だから脳みそと目ってすごいの。例えば視覚野って言うんだけど、人間の目の性能、目の性能自体というか脳ね、視覚情報に7割入ってんのよ。要は実はね、脳みそ7割はね、映像に使ってんの、人間って。どっから切り取るかな。夜中だからね、そんなに邪魔にならないと思うんだよ。だからあえてこっから下からドカンでもいいかな。こっから行く、この辺から。そうっすね、交差点っすかね。僕も今それ話そうと思いました。ちょうど同じこと考えてましたね。ここ、こっからドカン、こっからドカンで行く。これ画角印象的になんかぼやっとした感じになっちゃいそうな。これやっぱ広角持ってないから俺が、そこが最大の弱みなんだよな。
この辺をドカン。でもねこれやっぱ上から撮りたいんだよな。引けないんですよこっからここまで。難しい、ちょっと難しいね、非常に難しい。どうしよう、どっから行こうか。下から行くか。どうしようかな、ちょっとタバコ吸おうか。タバコ吸います。結構まだ人いるんだなこの時間。もうあと2時間ぐらいで人がはけると思うんで。どっから行くか。ヨドバシカメラの前で行く。どうしよう、どうするか。かもう下から煽って撮るか。下から上に向かって電車撮るか。ちょっと一服させてください。ここだな、エスパスの前だな。エスパス前から行こう。かもしくはもう大胆にだよ、大胆にもうこうやって道路の画角無理だなこれ。これはここで4時間粘りたくない。難しいな。こういう画角でもいいか。ここで行く？ここどう思います？ここ。ここで行く？ここいいかもね。ここで行こうかな。ここ。この辺かな？ここいいな。ここにすっか。ここで行ってみようか。ここにする？ここいいかもね。伊勢丹交差点開けてるから僕のワイドじゃないですよ、50ミリですよ。ここダメっすか、あのカレーオさん。ここ微妙、この画角、この画角どうっすか。これ微妙っすか。ちょっと下にしてもいいし、上かな、これここ微妙？どう思います？微妙っすか？ここ今の絵。モーションタイムラプス、タイムラプスでやるときは僕10秒でやってます。シャッタースピード10秒。それか人の動き取るんだったらマクドナルドの奥の方行くか。
微妙っすか、あんまりっすか、今の画角。ここダメ、ここ。この辺の、この辺の、あれ、この辺っす。これ微妙かな。どうだろう、どう思います。ここいいよね。ここ悪くないと思うんだよな。微妙かな。悪くないよね。仮止めしますね。ここ悪くないと思うんだよな俺、ブレなければ。今見せるね。これは厳しい。あ、揺れるな。あ、ダメだ、揺れるわ、振動結構拾うわ。あ、ダメだ、 iPhone で揺れてんじゃんダメだ、 iPhone で手ぶれ起こすわ。ダメだ、ここ。どこだ、どこだ、正解が分かんねえ、正解が分かんねえ。移動します。ここ、ここ、ここで4時間、ここで4時間、ここで4時間行く？ここで4時間耐える？寒いぞ。ここどう？ここで4時間寒いぞ。揺れるかどうかチェックします。ここ行く？ここ行っちゃう？大胆な作戦だよこれ。延長します。ここで行く？ここ行く？ここ、延長だよ、ありがとう。ここ行ってみる。結構気合い入れてく感じだけど、
ここ行ってみるか。こういう感じか。どう思います？ここで4時間行く？風邪ひくな、これ。ここ行く？ここでもいいよね。悪くないよね。邪魔にならないし。ここで行く？こういう感じで。うわ、地獄だぞ、ここでやんの。ちょっと上からだな。この辺かな。こんな感じ？ここでやります？中央分離帯でやります？こう4時間に座りやるか。やりますか、ここで4時間やりますか。揺れないし、揺れはしない、揺れない。やりますか。じゃあここで決定で。高さどうすっかな。ここで行きますか。この辺かな、高さ。いや、映像きついね。これはでも絶対かっこよくなると思うんだよな。ここかな。揺れてないもんね。揺れてないよね、多分。まあでもね、クレイジーなぐらいアホなところでやんないと、かっこいい映像なんかいつまで経っても撮れねえかんな。やるしかねえな。ちょっと待ってて、映像潰れるよ。ここでやるか。ちょっと待ってて、ね。やります、頑張ります、準備します。こんな感じかな。
セッティングしようぜ。いや、ここ今映してんじゃん、夜景。今映してるよ、これ。ここちょっと設定するわ。おぉ、なんだ？よいしょ。画角これでいこうかな。どう思う？これでいく？この画角で。これでいくか。これでいくか。よっしゃ、4時間頑張りましょう。
やもう辛すぎてこれが。ごめんね放置で聞こえる？ごめんごめん放置で。まだセッティングに時間かかってます。オッケー決まった行きましょう画角決定。ちょっとあとは細かいセッティングします。スタンダードクリエイティブスタイル。ああ頑張ろう。1時間だから1回切ろうかな枠。1回切って取り直して4時間測る。1回切る4時間ちゃんと何時間撮影してんのか測るために。ちょうどでも3時間だからちょうどいいような気はするんだよな。やるか。みんな聞こえてる？音声映像来てる？音声映像来てる？大丈夫？大丈夫ですか？じゃあここで行こうと思います。じゃあ今から3時間ここで撮影しますんで。聞こえてます？よし、じゃあ頑張るぞ。頑張ろう。ここで今日は耐久ですよ。じゃあ今から3時間だ。ちょうどこの枠終わるタイミングスタートで。いや、やっぱ一回枠取り直すわ。じゃあ一回枠取ります。取り直します。お疲れ様です。おつおつ。